ここでですね、豪華なゲストをご紹介しません、すいませんでした。ですね、今日のカツサンドのね、カツじゃなくてサンドの方、あ、サンドの方ってなんだよ、わかんないな。要はパンね、パンの部分ね、うん、パンの部分ね、あれね、小麦粉からこねて昨日作りましたね、うん、その粉をね、粉のソムリエが激戦してそれで作っておるんですよ。そんな、こだわりの一品でしてね、なんていうんですかね、なんか産地を偽装したよくわかんない小麦粉とかではないというね、そこは、知っておいていただきたいということが言いたいんじゃなくてですね、粉ソムリエ出てこいや、おい、おい、粉ソムリエから皆様へお知らせがございます。どうぞどうぞ。もう気づいてますか。ですね、うちのすいません、チャゲアスとか関係ないですからね、それは粉じゃないですかね。危ないですね。うちのは健全で白い粉を使ってます。今日の、はい、パンを、一から作りました。株式会社小宮商店という板橋で、65年続く小麦粉の卸問屋の営業マンをやってます。はい、で、まあ今日は背中見せて、あ、背中ですか、どうぞ。ありがとうございます。前も見てくださいよね、いい粉作ろう鎌倉幕府ですよ。うちの、はい、会社の電話番号下4桁が1157で、はい、東武東上線上板橋という偏僻な地でございますが、ありがとうございます。近くにジャスコがあるぞ。そうです、はい、もう本当にね、昔の小麦粉畑で農家やってたところから始まっております。そうです、ありがとうございます。ローカルなネタが炸裂中ですね。いいですね。そろそろあれですかね、告知も。そうですね、 ありがとうございます、はい、ですね、今日はパン以外もですね、皆様に素敵なプレゼントを用意しておりまして、私の方で取引をさせてもらってます池袋の老舗製麺所さんから協賛いただきまして、生麺を、ですね、こちらの小包装して、博多豚骨風の細麺と、パイタンスープ、こちら一つ、包装されて、中に入っております。で、これをですね、今日はプレゼントと言いたいところですが、 Facebook ページ、小宮書店ありますので、いいねを押していただいた方先着20名ですみません、欲しい方今すぐスマホとか取り出してください。はい、いいねを押していただいた画面見せていただければ先着20名で博多豚骨ラーメン1食分プレゼントでございます。なんて検索すれば。そうですね、まあ、小宮商店小麦粉で出てきます。小宮ってどういう字。小さい宮ですね、小さい宮、こちらですね、小宮商店でございますので、うん、はい、で、20名で前のところで唐揚げの横でこっそり渡しますんで、画面見せていただいて、あ、じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、まずは、はい、どうぞどうぞ。はい、第1号ありがとうございます。早いね、今日はね、仕事早い方多いね。19でございます、ありがとうございます。悔しがってるよ。はい、ありがとうございます。すごいね。ありがとうございます。では、あちらでお渡ししますので、残り19個ということで。あ、若木です、若木。はい、ありがとうございます。本当にローカルな地なので。はい。はい、その通りです。では、皆さん、残り19個先着順ということで、いいねを押していただいて、唐揚げの横で。ね、すごいね。はい、ありがとうございます。うん、ということで、粉ソムリエの丸山さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございます。